はい。カバージェクロカッパ委員長です。じゃあ、この動画ではね、えー、小室圭さん眞子さまのお話の続きいきましょうか。なんかこう、アメリカ、えっ、ー、と、アメリカのこのタブロイド誌、ニューヨークポストってありますよね。そこがなんかね、こんなこと言ってまして、えー、ゴシップ誌を信じるなら、姫は将来が見えない、えー、ニューヨークへ連れ去ろうとしているペテン師と駆け落ちだって、小室圭さんのことペテン師って言ってます。<laughs> 正解。 えー、海外メディアも、えー、先週末、秋篠宮家の長女、眞子さまの結婚発表を詳しく伝えたが、えー、アメリカのこのタブロイド紙のニューヨーク・ポストが婚約者、小室圭さんに焦点を当てて、えー、その家族を含め、日本国内でどう報じられているか、際どい表現を使って紹介していたと。で、ねえー、記事では、日本国内で取り沙汰されているのはメディアによる昼ドラとし、さ、えー、ないな、えー、やり手、んうん、なんだろう、やり手の役として、 で眞子コ様の夫となるうーんポニーテールの小室圭さんと推しが強く抜け目のない母親をキャスティングしていると表現した。あ、除罪がないか。うん。だあの抜かりないっていこと意味ですよね。うん。だから抜かりのないやり手の役としてマコ様の夫となるポニーテールの小室圭さんとかなんか意味がよくわかんねえなと思ったらそういうことか。うん。 で、まあ、お母さんは。でえー、もし日本の悪名高いゴシップ史を信じるなら、まあ、プリンセスは将来が見えないニューヨークへ、えー、連れ去ろうとするペテン氏と駆け落ちする、えー、ほとんど無一文でと続けたと。<laughs> まあ、合ってますよね、でもね。でえー、一方、眞子さまを支持する人たちが小室さんと結婚しアメリカに移住することは皇族の息苦しい家父長性から解放される機会だと主張したと伝えたと。 <laughs> なんかこうマスコミとか,、ね、なんか評論家とかコメンテーターなんかが、まあ、ワイドショーなんかでよく言われてますけどね昔からねで、えー、また結婚後にニューヨークに引っ越した後小室さんは同市にある大手法律事務所ローエンスタインサンドラーで勤務するとし今年5月元テニス選手ジョン・マッケンロー氏の娘アンナさんら同級生とともにマンハッタンのフォーダム大ロースクールを卒業したと付け加えてるへえー、そんな同級生いたんだそれは知らなかったですねへえ とりあえずアメリカからはね、えー、なんだろう、うペテンシア扱い、ペテンシオバー呼ばわりされてましたけどもね。<laughs> ねそれはだってね、世界中のどこの誰が見たってそう映るんじゃないのやっぱり。で、もし日本の悪名高いゴシップ誌、なんだろう、この文春とか、あの辺のこと言ってんのかな <laughs> まあ、すっかりワールドワイドではありますよね。まあ、大体いい合ってるっていうのがちょっと面白かったですけどもね。 で、えー、まあ、続きじゃないんですけどもね、えー、この、もういい加減ね、えー、まこさまと小室圭さんの結婚祝福しましょうよ、みたいなことをね。<laughs> そんななんか、座談会が開催されたっていうお話かな。で、参加メンバーが、ああ、倉田まゆみさん、三浦瑠璃さん、えー、山口まゆさん、だそうです。<laughs> まあなんか、えーまえー、と26日ですよね。えー、まこない親王殿下と小室圭氏が結婚するとで。もういい加減祝福しましょうよと。ね、そう声を揃えたのが、まあ、さっき言った3名の方。倉田さんって漫画家の方かな。で三浦さんが、えー、と確か肩書きは国際政治学者でしたっけ。山口さんはニューヨーク州弁護士だったかな。確か で、まあ、女性論客、えー、3人による座談会開催したんだって <laughs> 山口さんが小室さんは男性版シンデレラストーリーじゃないですかでも逆玉だと、えー、こんなに批判されるんですねだって <laughs> で、まあ、三浦さんが金銭トラブルは別ですがあそれなんかもういきなり要素に片付けちゃうんだ、えー、お母さんが町の洋菓子屋さんで働いていることは本来微談なのにやれてもなんかやらかしてませんでしたっけ、えー、プリンセスの、えー、向こうの母親を渡して恥ずかしいという 感じで捉えられる <laughs> いやだからトラ,ブルよろトラブルがそもそもよそに片付けちゃダメでしょ。<laughs> っていうかもうだって起訴されてませんでしたこの人。うん、でえっ、ー、と山口さんがこの洋菓子店で働くのはいいとしても学費の高いインターナショナルスクールや ICU はカチンと来る人が多いみたい。 え、そこ誰もカチンとは来てなかったんじゃないの <laughs> この人たちやっぱりなんかずれてんのかな、それぞれ。えー、日本社会には見えない身分性があり、自分が与えられた身分で生き抜くべきとの考えが根強いから。それどこ江戸時代か <laughs> 倉田さんは文相応にしなさいよみたいな発想はヘドが出るほど嫌いそういうのを聞くたびに2人を応援したい気持ちがいっぱいになるだって <laughs> で三浦さんが小室星に見られる上昇志向がみんなのイライラに刺さるのかな いや、そこじゃないんじゃないの <laughs> で、倉田さん、えー、それでも日本人は小室圭さん大好きだからね。あ、そうなのあまりにスターすぎて、普通に日本では暮らせないほど、たまにいるよ。えー、かつての小ぼかさんや、あさ、サムラゴーチさんのような、なんか懐かしい名前だな。実は、一、えー、二回しか会見で表に出てきてないのに、何年経っても顔と名前が一致する強烈なオーラを持つ人。だって現実で、えー、動いて、えー、長い時間、えー、喋る小室さんを 見見たののは4年前の婚約内定会見だけなのにいまだにみんな小室さんに夢中じゃんみたいな。で山口さんがね、えー、好きも嫌いも引きつけてしまうのはある意味スターって言えるよねだって。<laughs> <laughs> <laughs> そっか。じゃあもう結婚しちゃえばいいんじゃね知らんがなもう。<laughs> <laughs> それはまあさあのそれとしていやまあこれはもう完全に世論誘導を仕掛けてますよねだからまあこの3人の方ね、まあ、はっきり言ってまあ個人的にこの3名がそれぞれどういう人かなんか知らないし興味もないんですけども。 まあ、もし、えー、もしかしたら、まあ、それぞれね、個人的にそう思ってらっしゃるかもしんないし、ね、あるいはもう番組じゃないですか、所詮は。ね、えー、要は筋書き、うん。まあ、シナリオあっての番組だから、まあ、喋らされてるだけなのか、役割を演じただけなのか、それは知らないし、どうでもいいんですけども、まあ、とりあえず世論誘導は失敗ってことでいいのかな。うん。だってそこじゃないじゃないですか。ね。 ね、だってほら、その三浦さんのところで、この金銭トラブルは別ですがって、なんで別にするんだよ。<laughs> 批判のメインじゃねえかよ。<laughs> さらっと冒頭でスルーかよ。おかしくね。<laughs> 思いっきり論点ずらしてのバレてんじゃん。うん。 も結局マスコミが、あこのやろうとしていること、まあこれに限らずですけど、うん、やっぱり日本国民のこと相変わらず馬鹿にし続けてるなっていうのがよくわかりますよね。うん、こんなもんに騙されるわけがないのに。<laughs> 本当に。うん とりあえず、だってこの税金に規制するのはやめてくれっていう声が圧倒的に多いわけでしょ結婚したきゃ勝手に結婚しろよと、うん、ただなんかないつ、ね、なんかちょっと誰かがこのね、2、えー、人のうちどっちか両方関わる人間、ね、移動するたびになんかこう、ね、おまわりさんもなんかさ、ね、大変なところ、ねうん、あっち行ったりこっち行ったりだは警備費用とかさいろいろ、ね、普通じゃ考えられない、ねえー、ところで考えられない金額動くわけじゃないですか。 ね、そういうのをやめてくんないんですかねっていう話でしょうん。だからまあそういう問題じゃないだろうと。ね。で、少なくともね、祝福はできないかな。<laughs> でも100歩譲って、ね、まあ別に譲る必要もないんですけど、じゃあまあ祝福はし,しましょう <laughs>、ね。結婚するって言うんだからさ、ね、もう結婚するって言ってんのに結婚すんなっつっても無駄だっていうことで、じゃあまあ祝福はしましょうよと。うん。 でもなんかアホだなと思うしね、ね特にここののなんだろうこの皇室皇族の面汚しだとは思いますよね、うん。よくこんなん平気で言えるし、やれますよね。とは思いますよね。一日本国民として。うん、まあ、なんだろうね、ねこの金ねんだわの名台詞がなかったら、ただただ気持ち悪いだけのやつですからね、こんなのにだって税金使われたと分かったらさ、普通、不快でしかないでしょう。 ね。だから、多くの人が言ってますよね。いろんなところで。税金がね、1円も投入されないんだったらいくらでも好きにしたらいいよって。ね。うん。<laughs> だから、要は何様だっつ話じゃないですか。ね。うん。だからもう、なんだろう。ね。この、この3人の言い方を借りるんだったら、もういい加減疑惑説明しましょうよ。ですよね。我々としては。 まあだから番組としてね、えー、そういう体に、えー、要はそういうふうに持っていきたかったらしいんですけども、どうやらね。うん。だからまあ強制しようとしてるわけですよね、日本国民にね。しかもこのことの本質を全く無視しているっていう。<laughs> 理解していないのか分かった上で無視してるのか、それは知りませんけども。ていうかね、小深田さんとか佐村剛士さんと何同列だったのこれ。<laughs> 初めて聞いたけど。うん。 まあ、要はこのね、えー、メディア使って日本国民、我々に対して強制的にもういい加減祝福しろよって言ってるわけでしょ言いたいのはそういうことなんだよね。うん、祝福ってだってそもそも自発的にそういう気持ちになってするもんじゃないの <laughs> ねだいたいさ、あんまりこういうこと言いたくないですよ。ね、この3人はこういう他人の幸せにアあダコうだ言えるのかな <laughs> ね、うん。 っっちょっと思ったんですけどねあんまり深く言うと、ちょっとまた僕もなんか <laughs>、批判の的にされちゃうかもしれないんで、この辺にやめときますけど、ねうん、まあいいんじゃないですか、眞、ねえー、子さまに投入した、小室圭さんに投入した、す、ね、べての国民から徴収したこの税金の一切合切をさ、ね、あの返還するっつんだったら結構考え変わるっていう人も多いんじゃないですかね。うん、でもこれ、よくよく見たらね、馬、う、鹿、ん、にしてるだけじゃないの、これ。<laughs> 3人で寄ってたかって。ななんんかそんな気もしましまた けどね、うん。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。